慎太郎さん、おはようございます。おはようございます。2020年も始まりますけれども、2019年グランプリちょっと遅くなりますけど、おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、優勝後もインタビューさせていただきましたけど、やっぱり反響というか、皆さんいろんな方からの反応はすごかったです。はい、もちろんそういう反響はありましたけど、やはりこの全日本選抜が終わった後に、全日本選抜が終わった後にですね、 JK の表彰の方がありまして、あ、はい、秋子親王殿下ご臨席のもと行われるということで、私が代表の挨拶をすることになりましたので、もう先立って今から言葉遣いに気をつけようと思っている次第であります。それは意識されてる、はい、あれやばいよ、俺挨拶。いや、勝ちすぎて、あれでも何度かその僕も取材で言ってますけど、さすがにみんな緊張されてるというか、こうだっていろんな偉い人ばっか来るんですもんね、いろんなとこから。ドーンとありますもん、はい、秋子親王殿下来るんですよ、本当に横に座られますから、はい、そうっすよ、はい、まあでも本当にいろんなグランプリに関してはね、いろんな人からお祝いもらったりとか、お祝いの言葉ですね、嬉しいですね、はい、やっぱり喜んでる人というか、なんかこれが見れたんだみたいな感じでやっぱりすごく多かったです。うんうん、なんかいわきにもイベントで優勝報告会に行ったんですけど、はい、そしたらいわきのファンが言うんですよ、はい、慎太郎おめえの車検なんか誰も買ってへんだよって、いわきのファンは、はい、誰もおめえの車検なんか買ってなくて、誰も取ってねえのにみんな拍手してたんだよって、競輪場が、なんと、はい、うん、だそれ聞いてね、ちょっとグッときたね、うん、それだとそのなかなか聞かれる話じゃないですもんね。そうそう、だから本当いつも応援してるんだけど、グランプリはお前からは買えねえだろあれはって言って、なおかつだけどお客さんみんな残ってくれていて、表彰式までみんな見て、拍手しててすごく盛り上がってたんだっていう話を聞いてね、嬉しかったですね。大きいですね。まあ平だけじゃなくても立川でもね、やっぱりあんだけの配当のレースですから取った人は少ないと思うんですけど、すごく残ってくれてましたもんね。うん、嬉しいですね。また盛り上がって、はい、またそこからの1年の戦い、もうすでにその一番車として走られてますけれども、うん、今年のその G1 での戦いというのはどういう意識に？まあちょっとね、注目というか一番車だから好きな位置取れるスタートね、スタートは取れると思うんで、まあ取れて当然みたいな感じ。でちょっと注目はされると思うんでね、うん、そこはちょっと大変かなと思いますけど、うん、ただなんていうかこう競輪界を背負っていくようなプレッシャーは感じてませんよ僕は。そういうところまでない全然、そこはやっぱり競輪の花っていうのはやっぱり自力選手だと思いますから、自力選手にそこは任せて盛り立てつつ、そうですね、うん、ということ。初日で一緒の山崎義人さんと、はい、このいわきの時もやっぱりエースはザキさんだからという言葉もありましたけど、ね、このやっぱり山崎さん決勝は熱いし強い走りだったと思いますけど、そうですね、うん、でもやっぱりね、俺が悪かったっすよ、エースは山崎だなんて言って持ち上げちゃったもんだから、はい、仕掛けが遅いもんねあれ。だって取り切ってそこからどこで行くかなと思ったら、うん、だからやっぱり4人並んでるし、2コーナーから行ってほしかったよねあれはね。確かに佐藤和也さんと星野さんもいて、うん、そうで、深夜があんだけも死ぬ気で行ってるから、やっぱりそのそれぞれの役割を果たすとすれば、深夜があんだけ早めに行く、山崎が番手から出る、後ろでは、まあ、結果ワンツースリーフォーだから正解か、最終的には。最終的にはやっぱ山崎腕あるんだね。あの3コーナーくらいグーッと上がってるあたりで、あそこでバック踏まされたもんね俺はね、はい、1回あれちょっとしたこう、うまさも、うん、そうですね。まあでもやっぱり山崎が勝ってお客さんも盛り上がったのもあるだろうし、まあ慎太郎の凱旋だから慎太郎が勝つんだろうっていう予想もした人もいるんだろうけど、はい、やっぱり山崎が1着で俺が2着っていうのが一番人気だったんですね、終わってみたらね、そのちょっとだけど、うん、うん、だからまあ結果的にはやっぱり山崎義人っていうのはみんなに期待されてる選手なんですね偉大なところが間違いない、うんうん、そういう初日の連携なので、はい、まあ、前回のこともあるんで、そこを考えて早めに行くんじゃないですか、もう山崎さんも、はい、その仕掛けに期待しつつ、山崎お前もっと早く行けよって俺言ったの終わったら、はい、いやいや先輩一番人気だったんでってそういう問題じゃねえんだよね
兄弟子がグランプリ取って地元記念走るって言ったらやっぱり慎太郎さんに買ってもらってもいいぐらいの気持ちでね早めに仕掛けるのかと思った俺がバカでしたきっちり勝ちに行ってたあいつ確かに勝ちには勝ちに行ってたきっちりまあいいんじゃないですかプロとして素晴らしいですよ、はいはい、初日からですよまだ長い1年間慎太郎さんをかけますんではい、ちょっとね今年はあんまり言葉を選んで話しますよさすがに、はい、そこは落ち着いたところに行けるようにまあでも別にいいんだけど誰に、まあ、怒られるのかなやっぱ変なこと言うといやでもそう、まあ、そうそう変なこと言わねえからね別に結局その競輪の何が面白くて何が難しくてっていうところに関しては怒られる発言ではないからねそのいろんな意見があって、うん、でそのなかなか発信しづらいことを慎太郎さんはしてくれるのでやっぱりファン一番そこが嬉しいと思うんですよねなるほどでも何しろねこの後の表彰式のこともあるんでちょっとね少しね全日本選抜に集中しきれないねあれね13日ですかね14 13 13日、本日は最優秀選手賞に選出していただきセンキューって感じであれば、それは期待してますね、13日それは無理、真面目に、はい、ありがとうございます頑張ります